ひとし大飛行時十七年四月二十七日、秋江王子は、李氏朝鮮第九代国王聖衆の聖母。本願は清、清志周藩士。死亡は、ひとしいき寄宿名安芸王子。重慶は、藩いたす通る。朝鮮史における、慶悟の助決、もしくは、鉄の女として知られる。新周藩士の名士、藩閣の末娘として、藩寸府に生まれた。 二人のおばが、民の永楽帝の側室、安江宗、宿礼批藩主と、戦徳帝の女官、共信夫人藩主であった。また、姉が、清宗の二番目の諸子の慶陽君と結婚するなど、清州藩主の一族は、両国の王室と婚姻関係を結んでいた。父の半閣も、民との交渉を専門に担当した、当時の外交官として、 民からの長愛を土台に出世街道を走った。藩主は、幼少の頃から文才に優れ、朝鮮第四代国王、清掃の孫であった、桃源君に嫁いで二男一女を設け、衆都の主要大君が老いにあたる、丹州から王位を奪って即位し、夫が王政史になるのに伴い、影安六年に、正史品になった。しかしその後、父の監視家と夫の豊た政が、 急病で立続けに逝去するとすぐに、底品という名前を受け、宮廷を離れて生活することになった。しかし、清祖の次男で、板隆市清子の弟にあたる栄荘が即位後1年、あまりで公居すると、栄荘の王子が幼少であったため、藩士は、藩秋らら一部の清祖時代の軍球派の家臣と手を、組んで、次男の三訓を大いにつかせた。 聖臭即位後、暴風の伊隆市生氏が、追ことを受け、特捜と称せられたのに伴い、聖下7年1月18日に、藩詩も、秋恵王公と、追見とされ、聖下11年2月27日には、一市域大妃となり、権力を掌握した。さらに工子7年12月29日に、聖臭の第一王子、円山君が即位すると、大王大妃に昇格した。 人しい絹大妃は、盆語、漢語、国語の三字体で、婦女子の礼儀作法を教えるために、内里氏を編纂し、これは、後世貴重な研究資料となった。また仏教に帰還し、信仰にも扱った。聖州の二番目の王妃であった因子と対立すると、人しい絹大妃は、嫉妬深いことを理由に、因子を廃位させ、死に追いやった。これが後に、彼女の孫にして、 廃棄因子の王子、縁山君による大規模粛清事件を引き起こす原因となり、彼女自身も晩年は、孫の縁山君と対立を深めて、権力の座から追われる身となり、講師鹿の発生した、工事17年5月に、縁山君からの過烈な虐待を受け、その数日後に、数え年の68歳で皇居した。ひとし息大比が葬られた、高史料。ありがとうございます。